秋晴れなの釧路と関西つながり TV ピピピそうそう今日はですねあの秋彦さんの方のチャンネルでも出させていただけるということなのでなんか取り合いみたいな感じなんですけどある電車に乗ってですね専門線のねツアーに参加したんですよ私そっからねそうそうそう1年1年だね、いやねえちょっとお世話になりましてだいぶ動画 のアップが遅くなったんですけれども逆に今開けるのかちょうどこの約1年硫黄山で海の再会を後半でね今ですねちょうど釧路駅から歩いてきました今日ね、はい、1年の中でもねかなり暑い方でしょえそうなんですか今日という日が夏だと思わなかったら、はい、もう夏はないと思えっていうそうですねあ、見えてきましたね釧路、うん、町中横丁、はい、今回もね、私佐藤さんと私会ってくれるのかなって思ったんですよ会ってくれるってやっぱり大阪の人はみたいないや、すごい約束したじゃないですか運命の再会ありがとうございますいや、ピーチもつながったわけだからどうぞ使わないとおすすめは赤んべソフトで赤んべソフトあ、でもサンデーの方がいいな ミニパフェにします、私はい、はい、はい、ということではい、これが赤んべソフトでございます赤んべソフトですはい赤に行かなくてもここで食べれるのはいいですそうだ、うん、はい、こちらミニパフェになりますはい、ありがとうございますありがとうございますはい、ということでミニパフェしましたはい溶けてきたうん、うん、濃厚うんうまいいやいいよねこうやってさ美味しいソフトがさいつでも手軽に食べれてねここでムーですねはいムーですムーです、はい、あ今換気をしてるんですねねはい、どうぞ確かにあったかい、あったかいちょうどいいわ温度管理ちょうどいいわ冬もこれですもんねそうですねこの温度管理は感心するんですようん、いやこの湿度もまたちょうどいい感じ、うん、あとこの独特のね、このエッグの匂いそうそうそうなんか子供の頃からこの感じですよねそうなんですよ、変わらない私よくプール昔あったんですけど、はいそのプールに小学生の時遊びに行くのにここで待ち合わせしてました、うん、あ懐かしい10年ぐらいまでやってたんでしたっけあそうなんだへそうオープンの時にむちゃんのぬいぐるみいや久しぶり久しぶりやんえ覚えてないじゃんいやなんか感動の再会ですねむちゃんとのいや嬉しいいや、ちっちゃい時持ってた現代版ムーちゃん、ちょっとツヤ感がありますね、生地に昔ね、ホワホワしてたんですよはい、ということで、今日もご視聴ありがとうございましたこの動画がいいねと思ったら、いいねとグッドボタンとチャンネル登録お願いしますお願いしますということで、また見てくださいね、バイバーイ、バイバーイ。